はい、皆さんこんにちは、山本義典です。今回も武田さんの持ち込み企画、はい、ということで、ちょっといろいろ質問があるということですので、それについて回答していきます。はい、プロの方でも下手すると間違えてしまっているようなトレーニングのやり方っていうのがあると思うんですね、世の中に。なのでそこをちょっと先生に突っ込んでもらおうかなと思います。多分筋トレ初心者の方でも、例えばどんな順番でその日のトレーニングを始めたらいいのかとかね、あとは、中上級者の方でも意外と種目の選択の時にこういう種目をやりすぎてる、例えば意味ない2、3種目を積み重ねてるとかっていうようなことがあると思います。こういったことを理解した上であえてやるのか、効率的に目指すのかっていうところで、初級者でも中上級者でも確認になるような内容に今回していきたいと思います。じゃあまずですね、初めなんですけど、これは初心者の方に非常に多いと思います。今日のトレーニングメニューを始めようという時に、どの部位からやったら正解か。これはですね、その人にとって一番鍛えたい場所からです。はい、これはもう筋優先法、はい、マッスルプライオリティシステムというような名前もついてるんですけれども、一番体力が余っていると、はい、フレッシュな状態で一番鍛えたいところにやるということですね。で、一般的には大きい筋肉からやりましょう。多いですね。小さい筋肉だと体力が少なくてもできるので後半に乗ってくる、はい、大きい筋肉がきついので最初にやりましょうということですので、そうなりますと最初にスクワットからみたいな話になってしまうんですけども、ね、例えば1日に練習やる場合ですね、最初にスクワットだともうあと何もできなくなっちゃう人が結構初心者も多いですし、もうやりたくもないスクワットなんか最初にやりたくないって方結構多いんじゃないでしょうか。まあ、腕だけ太くしたい方はもう最初にバーベルカードからやっちゃって全然問題ないですので、まずやりたい順番にやる、それで結構です。ただしですね、腹割りたいので最初に腹筋やりましょうみたいな感じにしてしまいますと、腹筋が疲れてるとその後の種目でですね、ちょっと体幹が安定しない、例えば腹筋やった後にスクワットやるとあんまり上がらない、デッドリフトやってもあんまり上がらないということがありますので、まあ、例えばデッドリフトで腰が疲れてる後にスクワットとか、腹筋の後にデッドリフトとか、はい、そういうのはちょっと避けた方がいいですね。ですので、まあ最初にやるとは言っても、例えば腕とかだったらいいんですけれども、そのような後の種目に影響を与えてしまうような種目は最初にはやらない方がいいということになります。これ先生、例えばなんですけども、いわゆる強合筋とか共同筋って言ったりすると思うんですけども、ベンチプレスとかだと肩と胸といわゆる二の腕、三頭筋ですね、を使いますが、例えばじゃあ肩のフロントを特に鍛えたいって言ってるこの場合どうしましょう。胸のトレーニングと肩のトレーニング、その場合先に肩やっちゃっていいです。もちろんベンチプレス伸ばしたいっていう人は先にベンチプレスからやるわけですけれども、とにかく肩を大きくしたい、胸はそうでもない、という方はその場合でも先に肩からプレスからやっちゃっている。で、例えばベンチプレスが上がらないのでしたら、肩のプレス系の後に胸はフライ系をやればいいということになりますので、とにかく一番大事なところ、鍛えたいところを最初に持ってくるということですね。で、優先の低いものはまあ、リスクの少なくてダメージの少ない選手を選ぶということですね。これはめちゃくちゃ勉強になりますね。2つ目です。例えば胸のトレーニングっていうと、ダンベルフライという胸だけを特に使う種目と、ベンチプレスって言ってもさっき言ったように肩と三頭筋、上腕三頭筋も使う種目とあります。どっちかというとより優先すべきはコンパウンド種目というのは複合関節種目、いろんな筋肉を使う種目だっていうふうに教わってるはずなんですけど、先生的に特にボディービルディングとかを目指す人の場合はこれはどうなんでしょう。正解ですか。はい、一般的にそれで OK です。複合種目、高重量を扱える種目からやっていくということですね。テクニックとして事前疲労法、プレイグゾーションというのがあって、例えばレッグエクステンションをやって、大腿四頭筋を疲労させた後にスクワットをやる、そうすると、まあ、大腿四頭筋が、エクステンションで完全に疲労して、その後スクワットやるので大腿四頭筋すごく効きますよというような、そういうテクニックもあるんですけれども、実はあまり効果がないことが論文で分かってるんですね。エクステンションの後にスクワットやるとハムで上げちゃう結局エクステンションを事前披露する意味がない、ということになりますので、まずはコンパウンド種目、やってからその後に単関節、アイソレーション種目に移っていくというようにした方が、これは結構多くの論文でも証明されています。例えばですけども、胸のトレーニング、ダンベルフライのウォーミングアップしてからベンチプレスじゃなくて、ベンチプレスやってからダンベルフライとかってことですね。はい、ここは気をつけたいところです。コンパウンド種目絶対じゃないよと。最後に先生もう1個だけ、筋トレの勉強されたことがある方はすでに聞いたことがある名前です。 POF、はいPOF というのはポジション・オブ・フレクションですね、はい、関節角度というような意味でもあるんですけれども、まず最初にミッドレンジ、はい、つまりバーベルカールでいうとこの辺の位置、この辺の位置、この辺の位置なんですけれども、この真ん中ですね、ミッドレンジ、はい、ここの種目をやって、はい、その次に一番下、ストレッチした状態、はい、最後に収縮した状態、ほとんどの種目はですねミッドレンジ、可動域の真ん中、はい、で可動域のスタート、ストレッチした状態、可動域の最後、収縮した状態、そのように分けることができるんですけれども、その3つの可動域で全て、刺激を与える、うん、そのために3種目行いましょうということです、はい、例えば今の2頭の場合でいうと真ん中で一番負荷がくるのがバーベルカール、はい、でストレッチした状態で負荷がくるのがインクラインカール、はい、収縮時で負荷がくるのがコンセントレーションカールという感じで、その3種目をやるということになるんですが、はい、3種目をやるっていうのはちょっと多い場合もありますですよね。山本先生多分そうおっしゃると思ったんですよね。そしてもう一つ、例えば背中の種目でいうと、どれがミッドレンジ、どれがストレッチなんです。そういうのがですね、ちょっと難しさもある、はい、ということで、全てにですねそのまま適用できるというわけではないんですけれども、それぞれの関節角度で刺激を与えるというのはいい考え方ですので、それは例えば3種目全部やるんじゃなくて、ミッドレンジとストレッチだけやるとか、あるいはミッドレンジだけやるとか、そのようにですね考えていって、例えばたまにはミッドレンジストレッチではなくミッドレンジコントラクトにするとかですね、そのようなやり方がいいかなと思います。関節角度によって刺激エクササイズを変えていくというのは非常に優秀な考え方ですので、これが念頭に置いておいて損はないです。あくまで POF を全部やる必要はないということですね。そうですね。ありがとうございます。そして、他にもし順番と入れて考えるのでしたら、はい、スタビライザーですね、補助器、その働きを考える、はい、結論から言うとフリーウェイとスミスマシン、ケーブルあるいはマシン、その順番でやる。どういうことかというと、フリーウェイトでやると軌道が安定しません、うん、その軌道を安定させるためにスタビライザー、はい、つまり補助筋ですね、補助するための筋肉が働く。つまりスクワットなんかだとすごい軌道が安定しないので、足だけでなく腰、体幹部だとか、あと上半身バーを支える筋肉とか、非常に多くの筋肉が使われるということです、はい、でも例えばその次にスミスマシンをやったりすると軌道が安定してますので補助筋が減ってくる、で例えばレッグプレスとかレッグエクステンションみたいにマシンになってくると、さらにスタビライザーが減ってくるということになります。ですので後半でそういうようなフリーウェイトのスタビライザーの多く使われる種目をやると疲労していて軌道がすごくブレてしまう、はい、ということもありますので、まず最初にフリーウェイト、その後にスミスマシン系、最後に普通のマシン、はい、そのような順番でやっていくとスタビライザーをうまく使えるということにもなります。せっかくなのでもう一個だけ聞いてみていいですか。スタビライザーって話があったので、肩の怪我をしたことのある方、よくチューブとかでエクスターナルローテーションとかやったりします、はい、エクスターナルローテーションとか結構野球選手とかしっかりと高回生でパンパンに話したりしますが、例えばじゃあ肩の今日サイドレイズをめちゃくちゃやり込みますって人が、スタビライザーであるその肩のローテータカフをバンバンチューブでやってから本番のメニューに入るって、これ実は良くないですか。実はですね、このエクスターナルローテーションで使われる筋肉と肩のサイドレイズで使われる筋肉、微妙に違うので、あんまり影響ないんですね。実は先にエクスターナルローテーションやってからサイドレイズやってもそんなに実は重量変わらない。ただ、目的が例えばリハビリなのか強化なのか、なるほどですね。リハビリだったら最後に軽いので締めるっていう感じでいいです。強化したいんだったらもう最初に吸盤プレスとかやってしまっていいということですね。そこは目的次第というところになりますね、はい、ありがとうございます、はい、今回は武戸方からの質問でトレーニングの種目の順番について詳しく解説していきました。面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。ただいま Twitter にてプレキャン開催中、大人気プロテインと超豪華バルクス非売品グッズが当たる。詳細は概要欄から。たくさんのご応募お待ちしております。